1-4 立体を使って形を作る。基本的な形状である球体をもとに頂点選択移動と曲面にするを使って可愛いペンギンを作ってみましょう。まず球体を描きます。ツールウィンドウのソリッド立体ツールを押してください。しばらく押したままにするとメニューが表示されますので球体を選択してください。次に画面の中心より少し下あたりでコントロールキーを押しながらマウスボタンを押し下の方にドラッグしてください。球が作られます。作成した立体はこのように立体選択の状態になります。次に球を動かしてみます。立体選択移動ツールを選択し球の上にマウスカーソルを乗せるとマウスカーソルがこのようになります。この状態で上下左右にドラッグすると球がグリッドの底の面、紫の十字のある面に水平に移動します。紫の十字のある面は基準面と呼ばれ、移動や変形を行うときは基準面に水平に立体や領域が移動します。今度はマウスの右ボタンを押しながら球を上下にドラッグしてみてください。基準面に垂直に球が移動します。移動中は球の中心からグリッドの底の面に向けて黒い線が伸びるので球の位置を把握することができます。動きを確認したら球を元の位置に戻してください。次に球を変形してみます。球の角にある赤いハンドルの部分をドラッグしてみてください。選択枠の形が変わって球全体の形が変わります。マウスの右ボタンでドラッグすると基準面に垂直に変形し、シフトキーを押しながらドラッグすると左右方向または前後方向にだけ形が変化します。動きを確認したら球を元の形に戻してください。次に基準面を変えて動かしてみます。ツールバーの右から2つ目の基準面アイコンを押してください。基準面が変わり、左奥の面に紫の十字が表示されます。次に赤いハンドルをドラッグして動かしてみてください。今度は左奥の面に水平に球が変形されます。このように基準面を変えることで変形や動きの方向を変えることができます。マウスを上下に動かして球をこのように縦に伸ばしてください。変形が終わったら一番左の基準面アイコンを押して元の基準面に戻してください。次に球の形を変形させます。角度設定ウィンドウのインジケーターを動かし、視点を右側面にしてください。側面や真正面から見ているときは、自動的に基準面が画面に水平に設定されます。さらに、頂点選択移動ツールのアイコンをしばらく押し続けて、変形範囲、中を選択してください。次に、形をペンギンらしくするために、下半分をどっしりさせ、上半分をすぼめます。球体の一番下の点をドラッグして上に上げます。頂点の上にマウスカーソルを乗せると形がこのように変わるので、その位置からドラッグを始めるようにします。変形範囲中を選択しているので、ドラッグした点だけでなく球体の半分くらいの点も自動的に一緒に移動します。次に一番上の点を上にドラッグし伸ばしてください。変形が終わると形全体が少し上の方に移動してしまいます。立体選択移動ツールで立体を少し下に移動してください。次に前のめりのペンギンの形状にするため一部を回転変形します。領域選択を使って必要な範囲を自由に変形させます。頂点選択回転ツールを選択してから上側をドラッグ選択します。頂点選択回転ツールのまま選択された部分の中でマウスを左右にドラッグすると球体が左右方向に回転しますので、左側に少し回します。変形範囲中が選択された状態なので全体が滑らかに曲がります。まだちょっと頭の形が大きいので上半分だけ形を小さくします。拡大縮小ツールを使ってこの部分をドラッグして選択してください。選択範囲の上でマウスを左右にドラッグすると
形が拡大縮小するので、このように少し縮小してください。縮小したら何もないところをクリックして選択を解除してください。角度設定ウィンドウのインジケーターを動かして角度を変えてみてください。はじめの球体とはかなり違う形になっているのが確認できます。次にペンギンの目を作るために頭の部分を拡大表示します。角度設定ウィンドウで画面を正面図にしてください。虫眼鏡ツールを選択し、体の上の部分をドラッグして囲みます。体の上部が拡大して表示されます。次に目を作ります。ソリッド立体ツールの球体を選び、目の位置に当たりそうなところをコントロールキーを押しながらドラッグして小さな球体を作ってください。何もない部分ではなく、体の上からドラッグを始めると、体にくっつくくらいの奥行きで球が作られます。続けて表示メニューから視点取り消しを選択してください。表示が虫眼鏡を使う前の状態に戻ります。角度設定ウィンドウで角度を変えて、目の位置を確認してください。次に複製して反対側の目も作ります。立体選択移動ツールで球体をクリックして選択してから、編集メニューから複製を選択してください。はじめの形から少しずれたところに同じ目の形が作られます。正面、側面と表示角度を変えながら反対側の目になる位置に球体を移動させてください。この時、カーソルの形がこのような時にドラッグすると目の形が変わってしまうので、一旦何もないところをクリックして選択を解除しておくと目を動かしやすくなります。次に、くちばしを作ります。表示を正面にしてから、ソリッド立体ツールをしばらく押し続けて円錐を選び、画面上に適当な大きさで円錐を作ってください。その後、表示を右側面にし、立体選択移動ツールで円錐のハンドルを動かして大きさを変えたり、回転ツールを使って回転させたりして、このような形にします。角度設定ウィンドウで画面を回転させてみてください。ペンギンの形らしくなってきたでしょうか。次に持ち上げツールを使って手を作ります。最初に変形範囲中を変形範囲小に変えておいてください。表示を側面にしてから頂点選択移動ツールでこのように面の中央をクリックしてください。クリックした面が選択されます。視点を正面にしてから持ち上げツールを選択してください。先ほど選択した部分の上でカーソルがこのようになっていることを確認してから右下にドラッグしてください。面が持ち上げられて手のようになります。頂点選択移動ツールを選択してください。視点を側面にして手の先を画面左の前の方にドラッグして動かしてください。細かく形を動かすときは視点を正面、側面などの決まった面で行った方が分かりやすく、斜めから見たときに形を動かすと、奥行き方向にも動くので、形の変化が把握しにくくなります。次に、グループを解除します。先ほど動かした4つの点と線は、持ち上げツールで持ち上げられた部分なので、グループ化されています。そのため、このままでは常に4つの点と線が同時に動いてしまい、一つ一つの点や線を別々に動かすことができません。そこで、4つの点と線を選択してある状態で、編集メニューからグループ解除を選択してください。これでグループは解除されましたが、まだ4つの点と線は選択されたままなので、続けて編集メニューから選択解除を選択してください。これで一つ一つの点や線を動かすことができるようになります。次に手の先をすぼめます。図のように手の先の点や線を動かしてみてください。頂点選択移動ツールで手の先の上の線を下げ、下の線を上げます。また視点の上面からも動かし、手にある程度厚みが出るようにできればさらに良いでしょう。このようになったでしょうか。片方が出来上がったら、もう片方の手も同じように作ってみましょう。左右非対称になってしまっても特に構いません。
次に尻尾を作ります。支点を側面にし、頂点選択移動ツールを選択してください。尻尾に当たる部分を伸ばします。これで体は終わりです。次に球体を使って足を作ります。支点を上面にして、ソリッド立体ツールの球体で少し細長い球を作ってください。変形範囲小を変形範囲中に変え、各頂点を動かしてこのように非対称な形にしましょう。今までと同様に右側面からも見て形を調整してください。次に足を回転させます。支点を下にして、回転ツールで足らしい角度に形を回転させてください。また立体選択移動ツールで足らしい位置に移動させてください。後から正面図と右側面図からも見て調整しましょう。片方が完成したら、もう片方も同じ要領で作ります。ペンギンらしい形になりましたが、ペンギンの一番の特徴、ツルツルらしさが欠けています。編集メニューからすべてを選択を選択して、まず加工メニューから鋭角線にしないを選択してください。今まで青かった線が黒くなります。次に立体メニューから曲面にするを選択してください。また何もないところをクリックして選択を解除してください。これで形を作り終えました。次に色を塗ります。色を塗る前に関係のない立体を一時的に非表示にします。立体選択移動ツールで目やくちばし、足をシフトキーを押しながらクリックして順次選択してください。表示メニューから選択領域を隠すを選択してください。体以外のパーツが消えました。体を塗ります。バケツツールを選択して、下のカラーパレットから体らしい青を選択してください。体の上でクリックすると体全体が青に塗られます。お腹を塗ります。今度はカラーパレットで白色を選択してください。そしてシフトキーを押し続けながらお腹のあたりをドラッグしてください。ドラッグ中に選択された面が白くペイントされます。このようにシフトキーを押しながらドラッグすると、ドラッグした部分を面単位でペイントすることができます。それ以外の部分を塗ります。表示メニューから全部を表示を選択してください。他の形も表示されました。バケツツールを使ってくちばしの黄色や目の黒、足の黄色を塗っていきます。目の部分はシフトキーを使って、ハイライトの部分だけ白く塗ってみましょう。最後に表示モードを変更します。表示メニューから滑らか面表示を選択してください。これで完成です。